your engines! Let's go! はい、どうも皆さん、はじめまして、シアンです。皆さん、追加コンテンツが出たというのはご存知でしょうか？はい。今回は、なんと 200cc という、はい、150の上が出たという、もうなんか逆に早すぎてなんか飛んでいきそうなほどの速さと聞いたんで、ちょっと飛行機になりたいと思います。今回こちら 200cc です。ありますね、やはり。はい。ちょっとなんかすごい分裂しましたね、これはキノコが。はい。なんかこれ、幼虫、サナギ、成虫みたいな、なんか蝶の、なんか進化の過程表してるかのような、なんか感じで乗ってました。はい。ちょっと理科の観察日記とかが書けそうですよね。で、私はね、こんなにも、キャラクターが、今か今かと待ち構えているにもかかわらず、マリオを使っていきたいと思います。はい。他の方はもう完全にガン無視して行きたいと思います。そして出てますね、やはり。はい。出ました。なんかもう思いっきり虫に食べられたカップがあります。動物カップということで、今回こちらを、やっていきたいと思います。行きましょう。はい、来ました。ベビーパークです。なんか動物カップっていうことはなんか動物しか出てこないみたいですね、なんか。はい。なんかもう思いっきりさっき、はい、なんか左にジュラシックパークとかに出現しそうな、恐竜が手振ってますね、これは。はい。ちょっとすごいです。なんか、早いですね、これは。ちょっと想像以上の速さです、これは。なんか本当に、なんか、これ飛行機みたいに飛び立ちそうですよね。なんかマリオ。あまりの速さで空飛びそうな勢いなんですけど、これは。ちょっと今滑走路走ってるかのような、そんな感じですね、これは。ちょっとなかなかに面白いです、これ。なんかみんな草むら突っ切ってるんですけど、なんででしょうか。ちょっと芝刈りしてましたね、皆さん。ちょっとなんか、気づいたんですけど、これ、一周行くたびに音がだんだんと、なんか、みなぎってきたりなってますね、これ。ちょっとだんだんと、あ、はい。思いっきりラウンドワンされました。緑コーラを投げられて。ちょっと思いっきり、はい、BGM がテンション上がってます、これは。ちょっと BGM が気違いになりつつありますね、これ。ちょっと周りの柵が光りました。ちょっとフィーバーしてます、現在。はい。ちょっとフィーバーゾーンに突入して終わりました、なんとか。ちょっとなんかパチンコしてるみたいなコースでしたね、ここは。ちょっとすごいです、3周目。てかファイナル行ったら壁が光りますね、これ。はい。それではなかなか面白かったんですけど、次行きたいと思います。はい、来ました。チーズランドです。ここのコースはかなり思い出があるんですよ。はい。GBA はもう思い出だらけのコースなんで、はい、ちょっとかなり楽しみなんですけど、やっていきましょう。まあ、GBA の思い出といえば、俺が熱出してる時に、DS 版の、アドバンスをやって、はい、ちょっと親に見つかって怒られた記憶とか、マリオカート DS と間違えて、アドバンス買って思いっきり騙されてそれをやっていたとか、なんかそんないろんな思い出があるゲームなんで、これは。はい。本当にこのゲームは、もう好きだったんでね、危ないです。ちょっと今、ワンワンが、ちょっと飛び箱の練習しましたね。ちょっとどんだけ上上がれるかという、ちょっと空飛びたいけど飛べない人みたいな感じになってました。で、ちょっとなんか、かなり変わってますね、これは。なんかネズミが絶滅しましたね、これ。当時はネズミがいたんですけど、なんかネズミが絶滅しました、これは。ちょっと何でしょうか、あまりの砂漠化によってちょっと脱水症状を起こしたんでしょうか、これは。かなり変わってますけど、よいしょ。この辺もかなり変わってますよね、なんか。よいしょ。
さて、ちょっとワンワンがワンワンテカってましたね、今オイル塗ってるかのような感じですけど、ちょっとこれチェダーチーズに入ったらドリフトが、はい、無理みたいになりますね。ちょっとこのクリームチーズの上を進んでいかないとダメみたいです。チェダーチーズはダートみたいです。よいしょ、危ないです。もうこれは一面がチーズということはもう思いっきりチーズ臭がしますね。ちょっとこれ走った後みんなチーズの匂いプンプンしながら走りそうな気配なんですけど、よいしょ。さてちょっと追いかけていきましょう。ちょっとこの辺りに、よっこらしょっと、ちょっと1位のあのジャンプ台なんでしょう。ちょっと思いっきり、はい、チーズビットを破壊しました。なんか空飛びましたね、すごいです。よいしょ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。皆さん強いですね、これ。ちょっとなんか皆さん、普通にジェットコースター乗ってるかのように乗り回してます、このマシンを。すごいですね。ですが、なんとか現在1位でいけてます。はい。結構いい感じですので、あと2レース、やっていきたいと思います。はい、第3レース目は、ネイチャーロードです。何なんでしょうか、これは。ちょっと動物の森とコラボしてるって聞いたんですけど、まさかのアートネイチャーともコラボしてるんでしょうか、このマリオカート8は。ちょっとすごいですね。左のキノピオ左のキノピオがなんか横たわってましたね。はい、ちょっと病抱えながら応援してました。これはちょっとどんだけすごいんでしょうか。さて、アートネイチャーとの夢のコラボが実現したかのような名前のコースですね、これは。よいしょ。さて、おー、すごいですね。ちょっと、すごいです、このあたり。なんか、流れるプールに乗ってるみたいですね、これは。ちょっと、なんか、怒られそうなんですけど、プール業界の人に怒られそうな気配がしますが、ちょっと投げましょう。よいしょ。次、左から行きましょう。ちょっと、どうなっているんでしょうか。ここはなんか普通に原始時代に来たかのようなステージですね。なんかすごいです。おー。じゃあちょっとウォータースライダー楽しんでる方を抹消しましょう。はい。ちょっとなんか花火起こしました。よいしょ。なんか左にショートカット場所みたいなのがありましたね、今。ちょっと早いので次やっぱ右行きましょう。おお。農産物にやられました。ちょっと農産物に当たって滑ってしまいましたけど。よいしょ。出ましたね。ちょっとなんか靴下みたいなアイテムが出ました。ちょっと靴下投げましょう。ちょっとソックスを。よいしょ。出ましたね。これは、とっておお行きました。やりました。なんとかギリ1位いけましたね。はい。なんか最後壁と愛し合ってた方がいたおかげで抜かせました。それではファイナルレース行きたいと思います。さあ、来ました。このグランプリの目玉コースかもしれない、動物の森です。アニマルクロッシングって書いてますね。ちょっと学校のチャイムが今流れてたんですけど、やっていきましょう。ちょっと下校時間にこんな暴走したら、絶対交通事故起こりそうな気配がするんですけど。よいしょ。さて行きましょう。ちょっとこれ、こんな平和な村を、レースするというのは、かなりやばいですね、これ。はい。ちょっとなんか普通に環境最高だったのが最低になりそうな、そんな気配がするんですけど。よいしょ。とりあえずラウンド1しましょう。ちょっと今なんかモグラが顔出して怒ってましたね。はい。ちょっと情緒不安定なモグラが今いました。よいしょ。ちょっと精神科に行っていただきたいんですけど。よいしょ。
さて、このコーラはどこで投げましょう。ちょっとまだラウンド1はしないでいきましょう。ちょっとせっかくの風船を割るという。はい。ちょっと子供泣きますね、これは。ちょっと普通に風船飛ばしてんのに割るという。ちょっと最低な大人たちが走ってます、これは。ちょっとなんかいろいろと怒ってます、ここは。はい。まずいです。なんか流れ、おっとトゲゾウが行きましたね。こんなところ普通に村人歩いていたら、もう引かれますね、これはなんか。ちょっと病院を立てとかないとダメですけど、ちょっとこんなにやばいです。あの壁に当たりまくってたら、もうマリオのカートこれベコベコですね、もう。はい。気づいた頃にはベコベコにへこんでそうなんですけど、ちょっとこの後オートバックスに行かないといけないかもしれません。よいしょ。なんとか、はい。上位には食い込めました。どうでしょう。やりました。この音楽、なんか人生が終わったみたいな音楽ですね、これは。はい。ちょっとなんかもう、振られた失恋ソングみたいなんが流れてますけど、なんとか1位で終わったんで、表彰式行きましょう。はい、行きました。ちょっとさっきは失恋ソングが流れてたんですけど、今回はなんか、はい、今までの、なんか今頭がバーン怒ってましたね、ピーチさん。ちょっとここはアートネイチャーですね、ここは。はい、靴下持ちながら進んでます。はい、1313という、なんか前、後ろ、前、やってるみたいな感じですね、これは。ちょっとなんかそんな遊びが昔あった気がするんですけど。はい、やりました。オッケーです。なかなかギリギリでしたね、これは。はい。なんとか1位で終わることができました。それでは、ここまで見てくれてありがとうございました。で、忙しいかもしれませんけど、もしよかったらコメントよろしくお願いいたします。それでは、さよならチャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下の、チャンネル登録と書いてある、赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。